これ今、2023年の J2 の順位表なんですけど、これね、下の方を見ていくと、これね、14位ベガルタ仙台。でね、もう勝ち点がね、33か。でね、こう昇格圏はもう今、2位のジュビロ、自動昇格圏51、1位57。ってこんな感じで、まあこの3、4、5、6がプレーオフなんだけど、プレーオフのところにギリギリ入れんのかなくらいの状況までね、今落ち込んでしまってますね。で、ベガルタ仙台ですけども、最近補強をね、結構しまして、浦和レッズから松崎凱選手、名古屋グランパス8から、あと長澤和樹選手、あとオーストラリアの方からね、元日本代表の斎藤学選手とね、3選手を補強しまして、巻き返しをね、図ろうということなんですけど、まあね、こうちょっとね、昇格圏、自動昇格圏の2以上にね、上がるのは本当なかなかもう厳しいのかなってちょっと個人的には思ってるんですけど、てかまあ、そういう、それがもう本当事実だと思うんですけど、ちょっとね、まあ期待したいなっていう部分がやっぱり僕の中で長澤和樹選手ちょっと期待してるんですよ。というのも、まあ今今シーズンこれまでのベガルタの試合を、まあ見てきたんですけど、ちょっとね、やっぱ個人的にボランチがちょっと物足りないなっていうところがあったんですね。今ね、今シーズン、ベガルタのボランチで、鎌田大夢選手、先日、セリアのラツィオにね、移籍決まった鎌田大地選手のね、日本代表鎌田大地選手の弟のね、鎌田大夢選手が、今シーズンベガルタのボランチとして、主に出場していて、すごいね、鎌田選手は素晴らしいなって思うんですけど、まあでもちょっと攻撃的な部分で思うんです、鎌田選手の素晴らしさは。ただやっぱりボランチっていうのは、中盤の底で、結構密集したところでのね、バトルの部分とかね、やっぱりディフェンス的要素もすごい大事な部分だと思うんですけど、まあ、その部分でちょっと鎌田選手にね、あんまり多くを求められないかなみたいに思っていて、シーズン当初ね、エベルトン選手ってブラジルのね、ブラジル人の選手にちょっと僕期待してはいたんですけど、ちょっとね、今シーズンこれまで見てきて、なんかあんまりね、なんかあんまり効果的じゃないなと思ったんですよ。なんかね、こう結構広範囲に広い動いてボールダッシュしようっていうね、こう気持ち、強い気持ちでやってるんですけど、なんかこうボール取り切ったかと思えば、なんか雑にボール蹴ったり、なんかパスも雑で相手に取られて、そのままカウンターで失点みたいなシーンが、何度かあって、ちょっとなんかね、そういうところでね、なんかと思ったんですよね。で、それで今回移籍してきたね、長澤和樹選手、まあ、そこまでプレーいっぱい見てきたわけじゃないですけど、ベガルタが J1 に、いた時によく浦和レッズでね、対戦相手で長澤選手が対戦相手の選手として見てたんですけど、結構その球際のバトルの部分ですごい強くていいなと思った部分もあったし、ベガルタ戦でね、こう得点決めた時もあったんで、そういう、まあね、ボランチの選手なんでね、いっぱい点取ってくださいとは言わないですけど、まあ、そういうこともできる選手だっていうふうに分かってたんで、ちょっとね、個人的にすごい、まあ、特にそのバトル、中盤のね、ディフェンス的な部分、ディフェンスしてボール奪って、味方につなげるっていう部分で、すごい期待してます。先日、ベガルタの試合、ちょっと1試合生で見てきたんですけど、あれは何戦だったか、藤枝戦かな。開始早々相手が1人退場して、
まあ一人多い状況だったけど、試合引き分けになっちゃったっていう試合なんですけど、結構ね、相手の藤枝が結構つなぎがうまいっていうのはあったんですけど、まあそれ差し引いても結構中盤すかしてるなみたいな印象があったんで、ちょっとその部分でね、中盤そこのところでベガルタのね、ディフェンスから攻撃の部分のね、強度っていうところでね、締めてもらいたいなって思ってます。長澤選手頑張ってください。斉藤選手もね、ちょっと喋ってないですけど、期待しますんで、はい。松崎選手もね、もう2試合くらい出てますけどね、すごいいい選手だなって思ってます。皆さんのね、ベガルタ来ていただいてありがとうございました。応援してます。